モリーゼ州は、イタリア共和国南部の州。州とは、カンポバッソ。モリーゼ州は2つの県に分けられ、約30万人の人口を有する。面積、人口の点で、バルレダオスタ州に次いで、イタリアで2番目に小さな州である。イタリア語、モーリーズは、モ、エルアイゼ、と発音される。標準イタリア語以外では、以下の名称を持つ。 イタリア半島の中ほどに位置する州で、東海岸に面している。州都カンポバッソは、州南部の内陸に位置し、ナポリから北北東へ約8 6トル、ペスカーラから南南東へ約1 0 7トル、首都ローマから東南東へ約1 8 7トル、バーリから西北西へ約1 9 1トルの距離にある。 州の面積は4438平方キロメートルであり、バルレダオスタ州に次いで、イタリアでは2番目に小さな州である。隣接する州は以下の通り。人口7000人以上のコムーネは以下の通り。人口は2011年1月1日現在。1963年、アブルッツィエモリーゼ州を分割し、アブルッツォ州とモリーゼ州を置くことが決定する。 モリーゼ州が実際に自治体として発足したのは1970年のことである。イタリア20州のうち最も新しい州である。1970年にはカンコバス祖県からイゼルニア県が分割された。モリーゼ州と各県モリーゼ州は以下の日県からなる。左端の数字は ISTAT コード、アルファベットに文字は県名略記号を示す。 人口は2011年1月1日現在。面積の単位は、軽平方メートル。農業分野では、中小、零細規模の経営を含めて、高い品質の生産物を提供している。農業生産品としては、ワイン、穀物、オリーブ油、野菜、果物、乳製品がある。伝統的な農産品としては、豆の一種である、グラスピンや小麦の一種であるファンロがある。 モリーゼ州原産のドウ品種としてティンティリアがある。テルモリにはフィアット社の大規模な工場があるが、州の産業分野で支配的なのは州各地に広く散在する中小規模の建設業である。重要な産業分野としては他に食品加工業が挙げられ、パスタ、食肉、乳製品、食用油、ワインが州の伝統的な産品である。 サービス業部門では流通業、ホテル業、ケータリング業が大きな役割を占め、運輸、通信業、銀行、保険業がこれに続く。わずかな例外を除けば、あらゆる産業部門で総じて企業規模は小さく、全国規模での週産品販売を困難なものとしている。2002年に発生した地震の後、州の一部自治体を対象として、耐震性を高めるための建築。 補修に、収予算による補助を行う政策が取られることとなった。この政策の受益者の例としては、テルモリの近くのラリーノが挙げられる。ラリーノでは、慎重な調査によって、市外の歴史的な色彩を回復する政策が取られ、家屋には、淡いパステルカラーの色彩が施されて美しい、都市へと景観を変じている。ラリーノは観光業の中心地となり、また、 世界各国に流出した人々が歴史的中心街に戻って居住する動きも見られた。北に隣接するアブルッツォ州のペスカーラに他のヨーロッパ諸国や北米からの航空便が到着するために国際的な観光は増加している。観光客は手つかずのビーチや比較的に混雑の少ない状況、穏やかな暮らし方に関心を楽しんでいる。モリーゼ州には 多くのクロアチア人とアルバニア人が居住している。2006年の国立統計研究所の統計によれば、6歳以上の住民の家庭内での会話における言語状況は以下の通り。イタリア語、地方言語、他の言語についてのデータで、左列が全国平均、右列がモリーゼ州の数値である。州内に本拠を置くプロサッカークラブとしては以下がある。 4部リーグのセリエ D では、エミリア・ロマーニャ州、マルケ州、アブルッツォ州のチームとともに、ジローネ海に属する。モリーゼ州の地方リーグとして、エッチェレンツァ・モリーゼがある。ありがとうございます。